乃木坂46田村真由ファースト写真集発売記念スペシャル、イエーイ皆さんこんばんは乃木坂46の田村真由ですこんにちは、こんにちは。見て、今日は、まあ、夏ということで私も浴衣を着ちゃいましたどう？今日のね、浴衣はね、ちょっとね、いつもほらやっぱり浴衣って言ったらさ、花柄とか、まあ、花火とかさ、そういうのをイメージするでしょ、みんな。今日は違います。今日はレモンちゃんです今日はレモンちゃん、これのね、何が可愛いかって、見える？これ帯めっちゃ可愛くない？見て、超可愛いの、この帯。この帯をね、つけたくて、あの2種類あったんですけど、こっちにしましたそうそう、黄色なの。黄色の浴衣も普段あんまり着ないから、なんかちょっと新鮮やっほーやっほー、黄色が似合うだって、ありがとうございますはい、ということでですね、この番組は私、乃木坂46田村真由のファースト写真集が本日8月1日に発売されたことを記念して配信しております。ありがとうございます。皆さんどうも、今日見てくれてる人っているのかな？見てくれてる人いますか？どうかな。そう、今日はね、私も朝からいろいろとこの写真集でね、こう稼働してたんですけども、それこそあの渋谷蔦屋さんだったり、あの紀ノ国屋さんにこう行ってみたりだとか、あと渋谷のね、あのコーナーにあるあの広告のところにもね、行ってきたりとかしたんだけどどう、みんなどうかな。あ、でも届きました、だって。わあ、あ、まだ届いてないと思える。そっかそっか。でも結構届いてる人には届いてるね。ってことはもう手元にあるんだついにみんなの手元にも私の写真集が届いたんだね。そう、そしてね、あの今東京とね、あと大阪でもね、パネル展をやってまして、あの大阪ではもぐもぐまゆたんとグアムまゆたんが貼られてますので、写真集の中にはね、入ってないこうショットとかもあっちゃったりそれをぜひ皆さん、あの時間があれば見に行っていただけたらいいな、なんて思います。お、さっき全部見たようだって、ありがとうございます。ということで今日は最後までお付き合いよろしくお願いしますはい、ということで、もうね、今回はあのハッシュタグをね、決めてるんですよ。いつもここでさ、結構時間使ってるけど私今日はね、もうね、決まってるんで、ちょっとじゃあここで書いて発表していきます。ちょっと待ってね、よいしょ、ハッシュタグ、ちょうど今私のセンターの曲が流れてる。ちょっと大きく書きすぎて1行じゃ書けなかったよいしょ、ちょっと待って、あとちょっとで終わるから、みんな待って。やば、ギリギリになっちゃった。できました。ということで、あの今回のハッシュタグ発表します。今回のハッシュタグはこちらです。じゃじゃん、ハッシュタグまゆたんと恋に落ちた瞬間、こちらをあのつけて、あのどしどしと盛り上げてください。そしてね、このハッシュタグをつけて写真集の感想なんかも待ってますので、ぜひぜひ、あのもう見たよって方とかはね、いっぱい感想とか送ってくれると嬉しいです。私もね、後でちょっとチラチラっと見させていただきたいと思います。で、あ、もう落ちてるよ、だってありがとうもう落ちてるんだ、よかったはい、そしてこのショールームをご覧の皆様のためにサプライズプレゼントをご用意いたしました。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてサインとコメント付き限定ポスターをもれなくプレゼントしちゃいます。こちらです、じゃじゃんはい、この特典はね、今回の配信のみ、皆さんいつも私言ってますよね、この配信のみでしか手に入らないですから。しかもこちらですね、まあこの衣装もそうなんですけど、このにゃんまゆたん、噛んじゃった、にゃんまゆたん
あのポストカードにもないですし、あの写真集の中にも入ってない、もう本当にめちゃめちゃレアなんです。もうこの1枚しかこの世にはないレアなニャンマユタになってるので、もうこれを手に入れないなんて考えられません私は。はい、そしてね、この写真ね、ある使い方がありまして、使い方なんかちょっとマネージャーさんがこうやって入ってほしいなみたいなやつがあるんですけど、横になった時に自分の目線の先にあったらいいよねっていう話をしてましてまあこうやってね、横になって目を開けたら私がいる、どうですか、幸せではありませんかっていうご提案です。はい、ギルティーだってそう、そしてね、これここ今ちょっと隠されてるんですけど、ここにコメントを書いてるんですけど、これはもう購入した方のみのもうお楽しみということで、今はもう見せません。なのでぜひぜひ手に入れてどんなこと書いてあるのかなって確認してみてもらいたいなって思います営業上手だってありがとうございます。はい、そんな1万になっておりますので、本当にこのレアなね、1万じゃないこの、レアな1枚のポスター手に入れてみてはいかがでしょうかあー面白い通販みたいになってたねあ、ジャパネット田村だって確かに真似できそう、声的にも。はい、今回はねって言ってどうできそうはい、ということで1万高いね、1万高いよね1万って私が言っちゃったから、ということで、まあ、皆さんぜひね、ご購入の方お願いいたしますということで、はい、じゃあ次は写真集についてちょっと話をしていこうかな。そうだな、そう、でも本当に今回ね、こうやって写真集作ってもらって、なんか、まあ、家族とか、まあ、メンバーとか本当にこうたくさんのね方に見せたんですよ。で、まあ、それこそやっぱり親とかはさ、自分のさ娘のさ一冊ができるわけですよそりゃそりゃもう喜んでくれまして、なんかこんなね、やっぱり今日まあ、記者会見の方でもちょっと言わせてもらったんですけど、なんかこうやって若くてこう綺麗な時にこうやってこう綺麗な時をこう残してもらえるってすごく素敵なことだよねっていうのをお母さんがね、母が言ってくれまして、確かにそうだなと。なかなかさ、こうやってプロの方にさメイクしてもらってさ、プロのカメラマンの人にさ綺麗な姿をね撮ってもらって、しかも場所もグアムとパラオっていう素敵なところで、そりゃなんかね、これをね一生ねこう残せるものってなったらさ、すごく幸せなことだなって私も思ったので、ね、将来こう自分がさ、例えばもう50歳とか60歳になった時にさ、自分のこういう綺麗な時の写真が残ってるってすごく素敵だなって思って、なんか嬉しかったですそう、メンバーもね結構ね、やっぱり結構そう、5期生とかがすごい先行カットとか見てくれてたみたいで、なんかめちゃめちゃ褒めてくれたんですよ。まあ、あのショットすごく可愛かったですって、あ、これ川崎さくらちゃんね、もうすごい可愛かったですって言ってくれてそうとか、まあ、それこそさつきももうすごいもう5期生の中ですごく話題になってたんですよとか言ってくれたりとか、めちゃめちゃ嬉しかったね。なんかね、自分のこう写真集を楽しみにしてくれてる子がさ、まあ、もちろんファンの方は楽しみにしてくれてたと思うんですけどまあ両親もね、でもメンバーもさ、こうやってなんかまゆたんの写真集楽しみだなってこう言ってくれる子がいるって嬉しかった、幸せだなって思いましたそう、作炭さんがねシワシワって言ってましたちょくちょくモノマネ入るな、だって。作炭さんはね、まゆたんさんすごい可愛かったねそうって言ってくれる可愛いんだよね、なんか喋り方がさ、すごいおっとりしててさ、めちゃめちゃ可愛いんだよね、なんかそう、シワシワって、シワシワは言ってないですけどもうなんかあの子をね
表すときはシュワシュワって言いたくなっちゃうよね。はい、そしてまあもう一回じゃあ聞いてみようかな。もう私の写真集をこう、まあ、手にしたもの、手にした方今手にしたものって言おうとしちゃった。めっちゃ勇者みたいな言い方しちゃった。はい、手にした方はどうでしたか？なんかちょっと感想とかあったりしますか？あ、ありがとうございます。どうどうどう、みんなどう？手に入れし物。あ、でもまだ見てないんだ。手にしたけどまだ見てないって方もいるね。お、めちゃくちゃ良かったです。だってお、選ばれし勇者たち。手にしてくれたのか、ありがとね。ほら、今こちらにね、じゃじゃじゃん、表紙たちが集まりました。選ばれし表紙たち。じゃじゃん。あ、ちょっと、え、あ、ほら、いい感じね。結構どの表紙もさ、みんな褒めてくれてさ、嬉しかった。なんか全部そう、なんかそれぞれ違いがねあっていいよねっていう。みんなどれが人気だったんだろう。みんなどれにしました？まあ、今回こちらがね、これが通常版、通常版、こちらがセブンネット限定、こちらが楽天ブックス限定。そう、通常版がちょっと脱落しましたけど。で、こちらが紀伊国屋書店さん限定の、表紙なんですけど。ちょっと復活してもらおう。はい。みんなどれ？あの、通常版。セブンネット、楽天。おぉ、紀伊国屋もいたね、今ね。全部？全部買ってくれた人もいるの？うわ、嬉しいな。上野真由さん、それ私だね。上野真由さんは私だね。嬉しい、全部いいだって。そうそう、あの、のりさんもね、この全部のお表紙を真似してくれて嬉しかった。まさか私全部真似してくれると思ってなくて、なんかこの通常版、この通常版だけかなって思ってたんですけど、まさかの全ての表紙作ってくれました。嬉しかった。ありがとうございます。本当に結構のりさんの帯コメントのノリノリするだろう、ノリノリしちゃうだっけ、のノリノリがなんかみんな好きだったみたいで。私も結構ノリノリにはね、ちょっと笑わせていただきましたけども。本当にそうそう。それでね、あと、そう、今日さ、記者会見の時にも言ったんだけど、お気に入りショットがありまして、これはでもね、そのお気に入りショットでも出したからあれなんですけど、どこだっけ、どこのショットだ、ちょっと待ってね。そう、あの写真ね、本当に、これ見せていいんですか？よいしょよいしょ、じゃじゃじゃん、こちら私がお気に入りに選んだショット、こちらなんですけど、どう？よくない？大人も言ったんじゃない？そう、結構さ、もうさ、好きなショット何ですかって言われた時に、大体私あれ、ライナー衣装のやつか、こっちじゃなくて、これもシーツにくるまってるんですけど、これともう一個ね、これ以上にシーツにくるまってるやつがありまして、もう頭もうすっぽり、もうここしか映ってないみたいなやつがあるんですけど、それが好きってよく言ってたんですけど、これはね、本当に撮ってその日にデータをいただいたんですよね。撮った写真の何枚かこうセレクトされたやつを見せてもらった時に、わ、めっちゃいい写真と思って、でそれを言ったら、結構マネージャーさんとか、まあ、スタッフさん全員、いいよねって言ってくれて、で入れました。どう？もうね、本当にね、この写真結構私も、結構この写真集の中でもお気に入りショットに入るんだよね。いい女感出てるでしょ？ね、私こんな顔できるんだね。本当に。いつものこんなヘラヘラしてる私じゃなくて。なかなかね、こういう表情もさ、まあ、
見せれる時もあるかもしれないけど、こうまあ雑誌とかでね、でもやっぱり雑誌とかって割と笑ってる写真とかが多かったりとかもするから、私は、うん、だからこういうちょっとね大人っぽい表情とかちょっとアンニュイな表情って、まあ、この一冊で全部が揃うので、私のいろんな表情がぜひぜひね、まだ購入してないよなんて方いたらぜひぜひ見てほしいなって思います。はい、ということで、はい、こちらのねあのポスターなんですけども、あの画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてサインとコメント付き限定ポスターをもれなくプレゼントいたします。この絵柄の特典は今日限定ですので、皆さんぜひお早めにご購入ください。じゃじゃじゃん。はいはい、ということで、あのこっからね新企画新企画っていうんですか、まあ、前回前々回やってません、この企画。じゃあちょっといきますか。続いてはこんな企画をやりたいと思います。生五軍の控えが言ってほしいこと、イエーイみんな、あの私のツイッター、私のツイッター、私の写真集のツイッターか、私の写真集のツイッター見てくれてる人いらっしゃいますか見てるよ見てるよ、あー見てくれてるのかはい、そんな方にはねもう知ってるかもしれないんですけども、あの私のねあの写真集とかほら、セリフを言ったじゃないですか、それをやっちゃおうみたいな企画なんですけど、まあ、ここに説明書きが書いてあるので一回読みますね、じゃあはい、写真集発売を記念してツイッターで企画した五軍の控えが言ってほしいこと、大変好評をいただいておりますので、今から私に言ってほしいセリフを募集いたします。その中で私がいいなって思ったセリフがあったら、それを即興でブリック風に言っちゃいます。それで終わりだと皆さんだけが得する、あ、それで終わりだとね皆さんがそう得するだけになっちゃうじゃないですか。なので、あの一セリフを言うごとに、あの実はあの今回、あ、すいません、ですこちらにですね、じゃじゃじゃんたくさんのあのケーキやらなんやらいろいろとご用意していただきましたので、ありがとうございます、すいません、じゃ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 ん、よいしょ、じゃ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 はい、ということでこちらにね一セリフを言うごとにこちらに用意していただいた、あのワニブックスのお膝元恵比寿で買える、極上スイーツを一ついただきたいと思います。皆さん、私がお腹がねこう私はお腹が今日空いてますので、ぜひ言ってほしいことをコメントなんかで教えてください。そう、今日着ている浴衣に似合うセリフなんかでも OK なので、たくさん送ってほしいです。ということで、私は皆さんがこうセリフをいっぱい送ってくれたら、あのもういくらでもブリッコをして言うので、そしたら私がこうやって美味しいものを食べれる、みんなも得する、私も幸せ、最高の企画ですということで、じゃあちょっと何にしようかな、みんな何言ってほしいの、ほらいやもう写真集撮り終わったからちょっと太っても大丈夫どうせほら今ちょうどね全国ツアーもやってますから、全国ツアーライブ1公演するともう全部プラマイゼロなんです、むしろマイナス、むしろマイナス、プラスマイナスだから大丈夫なの。何何、みんな何言ってほしいんだい、ちょっとコメントが早くてなかなか読めないね。あ、じゃあいきますじゃあ一回ちょっと喉潤していいあのいっぱい喋ったから、うん、はい、ということで、じゃあいくよ。はぐれないように、で、つなご、よし、1個獲得よし、どれ食べようどうしよう、どれにしようかなみんなどれがいいかな、え、これなん、これはこれあれだ、美味しいやつだ、あのフルーツの入ったどら焼き、あ、ありがとうございます、こちらですね、どら焼きもちもちいちご、これはなんて読むんだろうな、しんのう、これなんて読むんですか、ちょっと
私の、あの読めないので、あの漢字読めない女なので、ちょっと待って。あ、はいはいはい、シナの、軽井沢さんの秋夏、あ、夏秋いちごサマールージュっていうやつらしいですシンの面白ほら、またこういうとこでバカバレるじゃん。まあ、いっか、みんなもう私が勉強できないって知ってるもんね、結局はい、ということで、じゃあこれ食べるね。サマールージュってなんか可愛くない名前よいしょよいしょよいしょ。え、見て、めっちゃ美味しそう。わ、めっちゃ美味しそうなんですけど。じゃあ、セルフ1個いったのでいただきますあ、うまっ、美味しい、やばっ。でも私前にここじゃないんですけど、そのフルーツの入ったどら焼き食べたことあって、その時からめちゃめちゃ美味しいなって思ってて、嬉しい。だからいいね、あんこ甘いけど、なんかいちごがさ、ちょうどちょっと酸味のある感じが美味しい。幸せや、うん、もう私も満足なんだけどダメ？じゃあちょっと一回ね、この子には待機してもらって、ちょっと待ってね。あー、美味しい。お、じゃあ皆さん次のセリフなんか送って。美味しい。これいっぱいあるからさ、ちょっとあんこがさ歯についてたら恥ずかしいよねどうかな、何がいいかな。みんな何て言ってほしいの？衣装入らなくなるとかないから言っとくけど食べてもそんな太んないから日頃いっぱい動いてんだから。みんなで何みんなで何何言ってほしいの？なんだなんだ、ちょっといっぱい来てるけどね。すごいでもここでさ、こう言っちゃうとさ、それまた1個獲得になっちゃうから、ちょっと言葉には出さないよ私。なんだろうな、なんかいいのありますかね。いや、いっぱいあるんだよ正直セリフが。でも早すぎてさ早すぎて、あー、なんか今ちょっといいのあったけど、じゃあちょっといきますねじゃあいきます。あ、他の女の子のこと見てたでしょう。はい、ありがとうございますはい、じゃあ次何食べようみんなみんな何がいいかなでもこれも気になるんだよね、このシュークリームもね、すごい気になる。あ、待って、さっきのどら焼きこっち、あれ、フルーツが違った。うわ、でも違うの食べよう。どうしようかな。どれにしようかな。いや、もうこれこれちょっと気になるな。どう？わ、こちら、八つどきさんの瀬戸内レモンのモンブランだそうです。うわ、レモンだって。これレモンなんだ、ちょうどいいじゃん、ほら見てレモンみんなちょうどいいじゃん。一番最初に食べるべきだった、もしかして。この瀬戸内レモンのモンブラン美味しそうです。大変
じゃあちょっとこちらいただきたいと思いますね。でもこういうモンブランとかさ、この下のさ生地のところさ上手に食べれる人いんのかな。むずいよね正直。あ、いけました。いただきます。レモンだすごい、え、めちゃめちゃレモン、うわ、おいしい。結構さっぱりめだね。甘いけどさっぱり食べれる。うわうわ、おいしい。みんなおいしいよ。ありがとう、みんなのおかげだ食べれてるのうん今あのマネージャーさんからちょうどいいのあったとの声がうん、頑張ります。じゃあちょっと、うんうん、じゃあちょっと準備するね。よいしょ、はい、いくよ。おいしいから一緒に食べよう。はい、あーん、あ、落ちた。あうん、ということで今ので私もう一個獲得できました次何食べよう。すごい、こんないっぱい獲得できるの。うん、あ、コメントが止まっちゃってるね。あ、動いた。うん、次どれ食べよう。でもね、私この間これ食べたんです。このこちらのプリンで、これがめちゃめちゃ美味しいの知ってんのだから、まあ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 ちょっとね後にしようって思って。どうしようかな。なんかいっぱいあるんだけど。でもシュークリーム食べていい？シュークリーム食べたい。ちゃんとこれね、後でちゃんと食べますんで、この私が半分ずつ食べてるやつ、皆さん安心してください、ちゃんと食べますのでということで、じゃあこのシュークリームちょっと食べようかな。待って、これクッキーシュー、もしかして私の大好きなクッキーシュー、もしかして。いただきます。食べるの難しい。いくよ。あ、うん、うん、こりゃうまい残念、鼻にはクリームついてません残念ながら鼻にはつかなかったね、今ね唇まででした。すっごい美味しい。顎につけようってさ、これは悪魔のシュークリームとあんで、ん？シュークリームと呼んでます。だそうです。悪魔のシュークリームだって。あ、たくさん食べちゃうので。そりゃうまい。これ全部獲得できちゃうすごいよ、みんなこんなにさ、こんなに食べる人いる？ショールームでおいしいね。だけどさっきさ、顎につけてって書いてあったけどさ、顎って全く可愛くなくない？鼻とかは可愛いけどさ、顎ってどういう食べ方したんってなるでしょ。あー、美味しい。うん。クリーム目につけてなんてどういうこと？もうふざけてるでしょみんな。あー、美味しい美味しい。うん。
ね、結構多分今でも3つか言うて。でもじゃあ次は何言いますか。何がいいかな。これ何分までやるんだっけ。あー、まだ大丈夫だ、まだ行きました。次は何を言ってほしいんですかね。でもやっぱり浴衣着てるから浴衣系の方がいいのかな。どうかな、シンプルなのもあるね。今ねちょっと面白いのあった。じゃあそれ言っていいじゃん。いきますね。もうめちゃめちゃシンプルです。いきます。可愛いのは浴衣だけ。はい。はい、じゃあ次何食べようかな。もう余韻も何もないよね。ごめんごめんごめん。あ、恥ずかしい。はい。何食べようかな。これバスクチーズケーキだよね。うわ、バスクチーズケーキも食べても、これあれだ、たい焼き。たい焼きも好きなんです私。でもたい焼きも好きだし、あ、こちらたい焼き、ひらぎさんの冷やしたい焼き。冷やしたい焼き1日1000個売り上げるんだって、すごっ。こちらです。え、クリームチーズあんこが入ってるんだって。これ食べます。クリームチーズ大好きなの私。あのさ、広島のさ、揚げもみじまんじゅうのあのチーズ味、あれも多分クリームチーズだよね。あれもねめっちゃ好きなんです。いっぱい食べちゃうのあれ。よしよし。よし、じゃあいただきます。甘いのばっか。もちもちだから、おいしい。わあ、なんか普通になんかさ、食事風景みんなに見せてるだけになってる、これもしかして。まあでもね、今日はほらやっぱり朝からさ、記者会見とかでさ緊張してさ、頭いっぱい使ったのよ。だからいいよね、糖分とっても。うん、美味しい。これめっちゃ美味しい。これ結構好き。私あんこもね結構好きで、なんかあれ好きなんですよね、あのかりんとうまんじゅう大好きでよく食べるんですけど、うん、あんこっていいよね。和菓子好き、まあ、洋菓子も好きだけど、うん、みんな太ったとか言わないでね。みんな太ったって言ったら本当にもう許さないから。うん、わー、こしあんとつぶあん、わー、どっちもなんか物によるな。こしあんがいいやつもあるし、つぶあんがいいやつもあるって感じかな。かりんとうまんじゅうとかは絶対こしあんなんだけど、こういうさたい焼きとかはつぶあんの方が好きかも。あ、ほら余計なこと言っちゃった。余計なこと言ったからもうひどいこと言うといいんじゃん。ほら、まあいっか。うん、でもさ、このさ好きな女の子とかがさ美味しそうに食べてる姿って好きでしょ、みんな。そういうことですよ。ね、これめっちゃ美味しい。クリームチーズがめっちゃ美味しい。じゃあ食べながらですが、次のセリフ募集します。うん、何がいいかな、みんな。
出ました、あの伝説のあの技は。じゃあなんだっけ、コイン、あ、行っちゃった。危ない危ない、まあ、最後の方が印象強すぎて。あ、オッケーです。じゃあ行きますよ。行きます。コインに落ちなきゃツーンツーンしちゃうぞ。はい。ほらみんな、みんな出てよ、ツンツン。みんな知ってるでしょ、あの伝説のラジオでのツンツン。あい。最高、久しぶりに言ったツンツン。じゃあ恋に落ちませんだって、なんでよ。勇者レベル上がったって言っといたんだけど。あー面白い。じゃあ次どれ食べよう。どうしよう、そろそろちょっとプリンいっとく。これめっちゃ美味しいんですよ。ありがとうございます。このね、このプリン美味しかった。じゃあちょっとプリンをいただこうかな。どん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 、ほら私のものになってくから、私が一口食べたから。全部私のもの。最高だね。普通になんかこういうさ、なんか危ない。みんな気づいた、今私が何が危なかったか。気づかなければいいんだけど、ちょっとほらちゃんとさ、コメント見ながら飽き落としたからっていう言い訳だけさせて。よいしょ。絶対もう美味しいのは分かってる、だって食べたことあるもん。じゃあいただきます。よいしょ。まあ、本当に美味しい。なんかさ、めちゃめちゃ滑らかなんだよね。わかる？食べてほしい、みんなに。こぼしたら、そう、これこぼしたら怒られちゃうから。でも私こぼさなかったよ、みんな。ちゃんとこぼさずに食べれました。うん、バームクーヘンも美味しいのよ、よくご存知で。バームクーヘン、じゃあバームクーヘンも美味しいよねって今来てて。そう、バームクーヘンも美味しいのよね。バームクーヘン大好き。私バームクーヘンをさ、もう全然バームクーヘンないのにさ、話してるけどさ、バームクーヘンを作ってる動画見たことありますか、皆さん。私あれめっちゃ好きなんだよね、あの動画。永遠見れない？なんかずっとさ、こうくる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 回ってて、そこに液をこう垂らしてさ、焼いてくんだけどさ、なんか作ってるところからさ、もう美味しそうだよね。バームクーヘン作ったことある？作れるの？どこで？家とかじゃないでしょ。私バームクーヘン作りしてみたい。家とかでできないもんね、あんなのね。すごい。バームクーヘン作ってみたい、企画。無言で終わるよ、多分。真剣に作って、真剣に食べて終わる。女子高生の昼休みみたいな話って。いいね、あの、そんぐらいの緩さの方がいいでしょ。そういう緩い企画なんで、これ。私とみんなが、あの、得するねっていう企画なんで。今日誕生日、おめでとう。じゃあ、まあ、もうちょっといけるか。じゃあ、次何？何言ってほしいの？みんな何を言ってほしいんだい？あとはね、まあもうほとんどだって。ほとんど食べたんだけど、やっぱりこれ食べないよね、バスクチーズケーキ。
何何何いっぱい来てる、もうさっきからたくさん来てくれ来てるんですけど、今日カミカミやん。確かにまあいつもカミカミですから、私はいいんじゃない。何にしようかな。次これラストぐらいかな、多分ラストのセリフ。みんなちゃんと真剣に考えてみんな挽回とか言わないでちょっと何がいいの。緊張してるの。緊張はしてないね普通に私がカミカミなだけ。ちょっと、まあシンプルなのもあるね。どうしよう、悩む。最後ってなるとちょっと悩むな変なのも来てたわ、絶対言わないけどヤンキーチックなのが来てましたね。何がいいですか。みんな早いな、もう全然決めらんない。どうしよう、ちょっといっぱい来てるんですけど、何がいいかな。すごいね、みんなさ本当にさ、いろんなコメントをさ、何でも嬉しいですけどね、わらわらわらってきてるそんな笑いながらありがとう、なんかなるほどね、なるほどね。みんななんかすごいね、なんか放送作家とかになったらもうセリフをさこんなすぐさ出せるのってすごいよ。ごめんね、なんか今セリフさ探してたのにさ目についちゃったんだけどさ、そう、レイちゃんお誕生日おめでとう20歳だよね、20歳になったんだよね。大人になっちゃってはい、ということで次そう最後の声じゃあ OK 決めました、いきますずっとまゆだけを愛してね。いいんじゃない、最後にしては。じゃあということで、バスクチーズケーキ、こちらですね、ベルツのふわとろ食感のチーズケーキということで、絶対美味しいじゃん。もう見た目からわかる美味しいって。じゃあこれを食べて次に行きますので、ちょっと私の食事タイムもうちょっとだけ楽しんでください。よいしょよいしょ、いただきます。すごい、めっちゃクリーミー。うわでもここに確かに甘さ控えめなのにって書いてあるんだけど、ちょうどいい。結構今甘いのいっぱい食べてきたけど、それでも食べれる。うわこれめっちゃ美味しいな。最高。全種類食べてないよまだね。一番最初食べたやつのフルーツ違いと羊羹とあんず大福が残ってます。これは持ち帰ります私が食べます。美味しい。時間大丈夫、時間ね実は大丈夫なんです意外とね、割とね時間ぴったしぐらいよ今。はい、ということで、じゃあ一回水飲むね。みんなあれでしょ、前回私が最後バタバタになったから気にしてくれてるんでしょ、ありがとねでもね大丈夫だよ、大丈夫、時間いっぱいありますので。
はい、ということでですね、もっとじっくり写真を見たくなった人はぜひ写真集をご予約ください。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと特典としてサインとコメント付き限定ポスターを漏れなくプレゼントいたします。こちらの絵柄の特典は今日限定ですので、皆さん今日限定ですのでぜひお早めにご購入ください。ということで以上、生五軍の控えが言ってほしいことでした。いや水がはい、ということで続いてはね、あ、もうこれもみんなね大好きだよ。ほら、続いては質問コーナーをやりたいと思います。写真集に関する質問を中心に答えていきたいと思いますので、皆さんぜひコメントで質問を送ってください。イエーイ甘噛みしとるやん、言わないでよそういうのはね、分かっててもスルーするのはね、あれなんだよ、いいんだよ、いいんだよはい、ということでみんな、なになに、みんなは今日何を私に聞きたいんだい。わ、私の推しの1ページ、でもさっき言ったのもそうだし、それこそ大内緒も一押しだし、他にあるかな。あ、でもあれ、そう、あれ好きなんですよ。ちょっと見せれませんけども、見せれないんですけど、あの一番最後ら辺にあるね、私の横顔ショットがあるんですけど、この夕日バックにちょっと私がちょっと影っぽくなってるんですけど、それがね個人的にめちゃめちゃ好きなんですよね。これも元々入ってなくてもう結構私入れてくださいって言ったやつあるんですけど、これもねちょっとスキーショットで入れてもらった一枚なんですけど、ページ数ってだって書いてないんだもん。ページ数どこに書いてあるの、ページ数なんてページ数言ってって言われたけど、ページ数書いてないよ。うん、最後らへん、最後らへん、本当に最後らへんの黒ドレスの横顔ショットって言ったら多分すぐ分かると思う。横顔のドアップはい、これがねすごく好きなので、ぜひチェックして、私のこれ結構一押し。これもねデータをいただいた時にめちゃめちゃ個人的にね大好きで入れてほしいですって言ったショットなのではい、なんでページ数みんな分かるの、すごくない、どこに書いたのページ数、書いてあります、書いてないですよね、数えたってことすごくないあ、でも後ろらへんだから後ろからこう引けばいいのか。でも全部何ページって分かんの、それ分かんのか。へー、ありがとうページ数言ってくれた人はい、撮影中のハプニング、なんかあったハプニングって言っても分かんないよねみんなはなんだろう、ハプニングか、なんかあったかな。そんなに本当にハプニングなくって感じだったんだよな。飛行機も乗り遅れてないですもんね。雨も1回ぐらいしか降ってないし、本当にも湿気がすごかったぐらいじゃないかな。本当にね、全然本当にハプニングなくてびっくりするぐらいね。まあいいことだよね、ハプニングがないのはね。なんだなんだ、あ、お馬さんにはちゃんと乗れましたか。それが私意外と乗馬うまかったんですよそう、なんかね、まあ乗馬させてもらったね、そのお馬さんがすごくいい子だったっていうのもあるんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、私なんか結構牧場とか家族とかといった時にあるじゃないですか、馬に人参とかをご飯あげれるみたいな、あれ怖くてできなかったんです、やっぱ圧がすごいからお馬さんの。でもなんか私が今回グアムで乗らせていただいたお馬さんがめちゃめちゃいい子で、顔こう撫でてもすごいこうなんか気持ちよさそうな顔するし、めちゃめちゃ可愛かったんですよ。もう一回会いたいもんだって、あの子に超可愛かった。そう、白いお馬さんと茶色いお馬さんに乗せてもらったんですけど、どっちも可愛かった、めちゃめちゃいい子だったしね。えちょっといい意味で圧があるそれは梅さんだね
面白い。そうそう、すごくね可愛かったなっていうのが、あの何の話だっけ、あ、お馬さん上手に乗れましたかだっけそうそうそう、いい子だったので乗れました。なんだろうなとちょっと遅れてくるからねコメントが。あ、お馬さんの写真、あのポストカードであるよね、ポストカードで、あのありますよありますよ見てください、あの私が本当に嬉しそうな顔で笑ってるので衣装何着ぐらい、何着着たんだろう。でもここにさ載ってない衣装もさあるからさ、何着なんだろうね。結構でも本当に着数は結構効いた気がしますね。一日でも結構何回もお着替えしたりとかしたから。でも本当にね、どの衣装もめちゃめちゃ可愛くて楽しかったな。なんかやっぱり可愛い衣装着るだけでもねテンション上がるからね。わ、一番好きな衣装、ちょっと待って一番好きな衣装でしょ。どれ好きだったかな私。いやでも本当に全部めちゃめちゃ好きだったんですよ。なんかやっぱり私が着たいって言ったさ衣装とかも着させていただいたし、なんか本当にフィッティングしてる時からね本当に全部可愛くてめちゃめちゃ撮影楽しみだったんですけど、うわーどれかな。でもやっぱりこの赤いさドレスのやつ、先行カットでも出たやつなんですけど、あの赤いドレスのやつはめちゃめちゃ可愛かったね。なんかなんだろうなっていうのも、なんか赤いドレス良かったねなんかその生地の感じとかもさ、こうくるって回るとさふわってスカートが回ってこう開いたりとかね、そのすごい綺麗だったし、でも基本はさこのドレス系は全部好きだった。あのピンクのも好きだったし、あの黒いやつもすごく好きでしたね。いや全部良かったんだよな本当に。あでもわーって、1番は決められません、写真撮っとく。あれ好きなんです、あの紀伊国屋書店の表紙にあのなってる写真の衣装なんですけど、普通に T シャツにショートパンツみたいなやつなんですけど、この衣装がねなんかねすごくね、ちょほぼ映ってないねほぼ映ってなかったこれはでもこの衣装がすごく好きです。あとこの時に撮った写真が好きなのが多かったっていうのもあるかもしれない。なんか本当に好きショットが多かった。でこう三つ編みもさ、なんかめちゃめちゃこの時の三つ編みめちゃめちゃ好きで、個人的にそうこの時のね写真めちゃめちゃ好きなんだよ。多いやっぱあれかな、ちょうどさこれ撮ったのマッチョがいた場所なんですよ、ワンちゃんマッチョがいたところね。だから気分も上がってたのかもしれないめちゃめちゃ本当にいい写真がたくさんあってね、もう選ぶの大変だったということで、もう好きショットは1個には絞れませんはい、ということで次なんだなんだ、何かあるかい。すごいもうコメントがマッチョでなんかマッチョだけ見るとちょっとなんか嫌だねちゃんとワンちゃんのマッチョってしてねあ、4期の反応でもさ、今さもう4期のあのナオとレイちゃんがさあの見てくれたやつの動画も上がってるでしょ。あれあんな感じほんとみんなもうナオとかもねすごいなんかもう早く見た早く見せろってずっと言ってくれてて、で見てくれてああやってねすごく喜んで楽しく見てくれてさ嬉しいよね。なんかメンバーがさあんなになんか自分のことのようにさ喜んでくれてさ、そんな幸せなことあるかって思っちゃうよね。そう弓吉そう見せろ見せろって言ってくるよ。そう本当にね、なおもれいちゃんもねめちゃめちゃいい反応してくれるからさ面白かったよね。なんかもうあ、そうということで、なんと結構今回答えられたんじゃない、みんなの質問に。はい、ということでね、まあ、もう一度になってしまうんですけども、あの画面のカードボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてこちらのサインとコメント付き限定ポスターをもれなくプレゼントいたします。こちらの特典はあの本日限り今日限定ですので、皆さんお早めにご予約ください。以上質問コーナーでした。
はい、ということでなんとなんとあっという間にエンディングでございますということで、じゃあスクショタイムでもしてみます？どうする？やっぱりね、スクショタイムみんな欲しいんでしょでどうしようかな。じゃあ行きます。あちゃどう、なんか手つなご感出てたどうですか、どうですか、こんな感じでええやん、ええやん、だってありがとうございます、褒められました。ということでね、本当に今回今日発売となりまして、皆さんのねお手元に届いてる、まだ届いてないよって方もいると思うんですけど、こう皆さんのねこう宝物になるようなこう一冊になったんじゃないかなと思うので、本当たくさんの方に見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、まあこちらのポスターあの本日のみなので、そして本当に、ね、最初も言いましたけど、こちらのあのニャンマユタンは本当にここでしか手に入らないというか、もうここ逃したらもう手に入らないよっていう一枚なので、ね、ぜひ私のそういうポスターとかをね集めたいよって方はあの予約したらいいんじゃないでしょうかいいんじゃないでしょうかどうでしょうはい、ということで本当に本日の23時頃まではあの購入が可能になってますので、ギリギリまで悩んでいただいて、22時え、でもここには23って書いてありますよ21時ですえ、これ私のせいじゃないよ、これみんなこれ私のせいじゃないから21時だって、21時までにあのまではご購入可能になってますので、あのぜひ、ね、ギリギリまで悩んでちょっとポチってしてみてはいかがでしょうかはい、ということで皆さん番組の感想なんかをねハッシュタグ、こちらですね、ちょっと出そう、じゃあ最後によいしょ、ハッシュタグまゆたんと恋に落ちた瞬間でたくさん感想なんかねつぶやいてください、待ってます。はい、ということでほらね、もうドタバタじゃなかったでしょ前回がちょっと、ね、異例だっただけなんですということでほら皆さんね、ちょっとこのショールーム配信、この写真集のねショールーム配信は今日で終わりになってしまうんですけども、でも最後に皆さんにこうやってまたポスターとかね写真集のこう質問だったりとかいろいろと答えられて嬉しかったです。今度また直接とかで感想待ってます。ということで、田村真由でした。皆さんありがとうございました。バイバーイ。